最近マジうち綺麗だよな。かなり綺麗になったと思いますよ。なんかさ、下も超綺麗じゃない。いや綺麗だよなうちって。水回りとか特に綺麗だとなんかちょっとさ気分良くなるよね。はい、結構割りたし運気が溜まるみたいな言うよね。風水的なのもあるしね。うん、なんか排水口が詰まってると運気が悪いって言われるらしいですよ。へえ。やっぱ排水口のその詰まりとか関係あるの。なんか昔テレビで見ました。流れていかないから良くないものがそこで漂っちゃって。ああ、なんかそういうの気にする人とかも多そうっすよね。ああ、気分的にも乗る乗らないとか、うん、めちゃくちゃ気にしそう。またぞちょい、うん、家めっちゃ綺麗でしょ水回り多分。いやでも結構排水口って詰まっちゃうんで、うん、詰まる前に掃除しますね。あ、偉いな偉いな偉い。俺今家とかも排水口になんかもうダークマターみたいなのがもう誕生してるんだよ。はい、マジで最悪じゃん。本当に掃除したいんだ。今日はちょっとせっかくだから動画でできる場所、はい、どっかねえかなって思ったわけよ。あった。どういうこと？なんかこう俺らといえばこのお店でお世話になってて、はい、もうぜひ運気も上がってほしいみたいなお店、はい、あそこがあるじゃん。あそこか。あそこだね。まずはちょっとそこまで、はい、ノータイムで行ってみたいと思います。わかりました。行きます。ここでしょう。ここですね。ここでしょう。俺たちのソウルフード。キッチンだったりお手洗い場、はい、そして机、日頃の感謝込めて掃除させていただきますと。はい、やっていきたいと思いますよ。お願いします。お願いします。高身長チーム、はい、キッチン担当していただきます。わかりました。普段このソウルフードが作られているキッチンを、お二人の手でしっかり記念してください。よし、任せてください。じゃあそれではよろしくお願いします。お願いします。お願いします。失礼します。洗剤持った？どこれ何で洗うつもりだったの？お前が持ってこい。あれよろしくお願いします。はい、ジフ、はいはい、ジフ、はいはい、オープン、はい、開け。ポン。じゃあここを掃除していきます。はい、お願いします。じゃあこのジフクレンザーをシャ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 スポンジ。はい。おお。あ、ゴリ落ちるやん。気持ちいい。落ちてます。気持ちいい。早いね。気持ちいい。あー、これが落ちますね。うわ、運気もバリバリ上げちゃってください。シャ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 。綺麗にするとね。うおテンションも上がるからな。綺麗になってからマジ気持ちいいな。めっちゃ気持ちいいっすね。あ、これね、水ちょっとあった方がいいわ。あ、てか香りがいい。香り香りめっちゃいいっす。どんな香りするの？え、スーンって感じのレモンです。レモンか。はい。で、これを流したら多分わかるね。気持ちいいやつだよね。お、トミさんこれありがとうございます。新しいスポンジだから。はい、この後、あ、いいね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 。あ、すごい、めっちゃ気持ちいいの。オーブンめっちゃ気になったな。垂らします。はい、いきます。どのくらい変わるって言うんですか？見てよ見てよ、あれよあれよ、ここ見てください、なんもないです。おお、はじめくんや。あ、もしもし。よしよし。味噌ラーメン1つ油少なめで。味噌ラーメンちょっと今まん延防止対策出てまして、ちょっともうあの終わっちゃってまして。あ、もうやってないですか？はい、すみません。そう、じゃあまた来ますね。はい、すみません、ありがとうございます。やったのかー。やったのかー。掃除してますよ。おー、偉いぞー。すごいね、こんな並ぶことある？なかなか見ない光景っすね。だってもうさ、ファンからするとさ、観客席とステージなわけよ。確かに。この関係、店員とお客さんの、こっから先は絶対入れないから。すごいよ、そんなステージに立ってるわけですから今。相入れない世界に踏み込んでるんですね。許せねえまである。すごいね。ちょっとぜひ感謝持って綺麗にしてください。みんな頑張れー。頑張ろう。じゃあ、低身長チームは、はい、トイレと机の方を担当していきたいと思います。はい、なんと、これかけるだけでいいらしいです。うわぁ、ちょろちょろってかけたら終わりらしい。へぇ、じゃあもう先やっちゃって、その間に行けばいいだけじゃん。そうだね。うん。失礼します。こちらがトイレになります。あ、でも、もうすでに綺麗だけどね。やっていきますか。かけていきますか。はい、これはシンプルにかけるだけです。しかも見て、はい、拭き取り不要なんですよ。かけたら終わりです。机とか。そう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 、机、家具、キッチン用品にシュッシュってするだけで OK らしいです。便器の中はこれやればいいから、便器の中とかやっていきますよ。縁とかは別らしい。かけておいて流すだけだって。え、もう終わりってことですか？そうですよ。なんて素晴らしいアイデアでしょうか。机の方をキレイキレイしていきたいと思います。はいはい。
あーね、うわラーメン屋でバイトしてたの思い出すわ。どのくらいバイトしてたんだっけ。5日よし、いっちゃうぐらいよ。暇になった男。やることないやついんじゃん。かけて終わっちゃうからね。めちゃくちゃ取れますよ。最初これ全然綺麗にしてあるねって感じだったけど。そうそうそう、いやめちゃくちゃすごい。これぐらいやっぱ見える掃除って楽しいですからね。じゃあ続いて僕こっちやってますよ。あ、ここの汚れをいい、ね、お願いします。はい。いやもう一瞬ですわ。一瞬ですか。一瞬ですよ。ジーフやっちゃってる。ジーフ振ってます。ジーフ振っちゃってる。腰みたいな。おーキュッ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 。したいな。これいけるんじゃないかな。ここですもん、ね。うん、その辺。すごいいけそう。それいけるんじゃない。ちょっと俺もやっていい。あ、ぜひぜひ。じゃあちょっと行きますよ。はい。これに直接やっちゃう。あ、すげえ。おお。わ、ようやくこの体験してましたね。ほら、この黒ずみが落ちる落ちる。うわー。あー、すごい気持ちいいですね。これちょっと一回直で水でいっていいのかしら。うわー。厨房スケーターです。もう一回やってく。これやばいわ。どうですか。もうこの油と黒ずみがモリモリに落ちてるわ。モリモリ。見てよ見てよ。この新品ですか。ほら新品なんですか。本当にめちゃくちゃ綺麗だよね。ほらほら。ジフで磨いたらすごい心が綺麗になりました。お、綺麗。今日もいい夢が見れそうだ。いやもう気持ち悪い。すごいちょっと端から見ててふってなりました。あーね。いやまだ心汚れてますね。はい、せーの、ガシ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 。あバッチリですね。行きましょう。いやほんと綺麗ですね。でもめちゃくちゃほらまたのこうねやってくれたところとか、はい、すごい綺麗になったわ。うわー本当にツルツル。ということでこのステンレス水も拭き取ってめちゃくちゃ綺麗になりましたけど、このジフすごいね。もうかけてこすって流しただけよ。それでこれでござるか。こりゃキッチン掃除も楽しくなって運気も上がりますか。簡単です。あでもこのさシャワーヘッドとかいいっすね。シャワーヘッド。あシャワーヘッドにね。意外とやんない。意外とやんないわ。鏡とかどうなんだろう。ああ確かに。風呂場の水垢って嫌じゃん。嫌です。ただそれにもいけるんじゃない。いけるっすね。ということでキッチンチーム、はい、いやーバッチリでしたね。バッチリでした。さあちょっと反対側のチームの様子を見に行きますか。はい行きましょう。ずっとラーメンの匂いするからめっちゃ腹減ってきたわ。そうそう確かにな。夜食の時間ですね。頭の面積広く出まして。いやマジやべえよ本当に。手入れするのがめんどくさいんだよな。ということでここをね拭いていこうと思います。確かにな、こことかは確かになかなか普段掃除なかなかしなさそうなところありやないかね。あすげえすげえすげえ。すごい光沢出てきたぞ。ね、あの、分かる、あれやりたい、あの拭いてるとこと拭いてないとこのあの違いみたいな。ビフォーアフターで、あーほらすごいすごい、こことここでしょ、すぐ見てわかるわ。わかるわかるわかる。えーすげえ。はい、だいたい3分から5分ぐらい経ったんすかね。かなりあの周りとか拭いたんだけど、なんかかなり多分落ちてるはず。綺麗だったんじゃないかい。なってるよね多分。最初より全然綺麗な気がする。かけておいて流すだけだわ。いいね。うん、じゃあ軽く水拭いて戻ります。あなんか楽しいわ。いやおもろいわ見てて。バチ綺麗なの。ここの輝き取り戻すのいいな。やっぱりシャイニングリバイブ。マジ気持ちいいわ。さあこれでラストだ。さあこれでとどめだ。よし、はい、終了です。お疲れ様です。やりました。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？楽しかったです。いやー、最初なんか汚れ見た時ってどうしてもうってなるじゃん。いや、まあ、本当に。けどさ、はい、見る見る落ちるところ見るとちょっとテンションも上がっちゃうよね。楽しかった。本当にね、僕掃除すごい
嫌いな人なんで、正直始まるときしんどかったんです本音ね、本音ね、リアルガチで簡単だったんですよ、うん、もうかけて、うん、あと水ギャーって流すだけなんで、うん、これだったら自分の家でもやります。おすごい案件っぽくなっちゃうんですけどあの、はい、あのかけて置いて流すだけなんです気に入ったよドラマ。はい、なんとこれキッチンだけじゃなくて洗面所とか風呂とかかけてこすって流すだけでどこでも綺麗になるんですよ。さっきラーメン屋さんではキッチンとかだったけど、どこでもいけるんですね。家中どこでもいけます。まず鏡も洗面台もバスタブも全部いけちゃうんです。便利やな。便利です。帰ってきましたけれども綺麗になりましたね。ということでここから私からお知らせがあります。なんと現在今選べる運気アップキャンペーン中でございまして、お店 ね応募はがき、あるいはネットで応募できるキャンペーンなんですけれども、最大 A 賞でなんと2万円キャッシュバック。B 賞であれば、 B 賞だったとしてもまだ1万円のチャンスがあると、キャッシュバックのチャンスがあると、ぜひ皆さん応募してみてください。最近めちゃめちゃ運落ちてた気がすんだよな。そんなあなたにだったらゴシ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 、あ、ジュースかけたらすごい心が綺麗になったぞ。ピカー人でやるタイプかよ結局楽しさばっかり。